字だらけ。そりゃそうだろうな。それにしてもこの設備、整備場というのは電気工場か。先輩、今度はしくじらないでくれ。じいじの命もかかってる。了解。接触した社員の名を言え。はい、確かハイデッカ。ふざけるな。もう一度聞くぞ。分かった、ちゃんと答える。ルーファウスだ。なるほど。北条だったかも。へえ、意外とやるね、ジージェ。行きますか、先輩。もちろん。俺が敵を引きつける。その隙に先輩はジージェを。陽動作戦だね、いいじゃん。でも目立つのはこの私。おい、そこの悪党ども。なんだ、誰だ。聞いてくれました。ある時は美少女忍者、ある時は凄腕マテリアハンター。果たしてその正体は。さあ
ただのガキだ。気にするな。ああ誰がガキだ。先輩、派手にやりすぎ。なんだ貴様ら。ルートイ敵と遭遇、応援を要請する。
忍びの底力だな。うん、ありがとう、助かった。わっはっはっは、どんなもんだ。早速だけど、これ死んだビルの中で使う社員用の ID カードだ。これを使って地下に行ってくれ。地下には兵器開発部門のラボがあって、その中にマテリア研究フロアがある。究極マテリアがあるとすれば、そのどこかだろう。分かった。さあ急いだ方がいい。シンナが何か大きな作戦を実行に移すらしい。七番街を破壊し尽くすなんて噂もある。なんであれ巻き込まれないように急いだ方がいい。うん、俺は仲間に知らせに行く。成功を祈る。また会おう。今度は俺がおごるよ。ブータイ流の乾杯を教えてやる。いいね。お、うん、あ、七番街の噂、ルーパにも伝えてね。了解。さあ先輩、スラムに長居は無用らしい。準備を整えたら駅へ行こう。おっしゃから離れた方が良さそうだ。このまま駅へ向かおう。